個人の骨形態やインプラントの設置角度が楕円球の原因と なると推察できる、まあ、これらのこの辺の要素が複合体となって、脱臼の原因となりますよ。マシソクが初期設置こうした時に床反力が非常に大きな力でこう立ち上がってきます。でこの立ち上がった床反力によって患者さんの体幹というのはどうしてもこう前に崩れやすくなる。サムホールスプリントを作った時はこの位置で作りましたけれども、ね、こんな位置で作りましたけれども、今度は外転して、ね、海内位で作っていきます。で素材を通してこんな姿勢、こんな風な形にしていきます。こういう形で作っていきます。取り込んでる量よりも消費する量が多ければ当然栄養状態が悪くなってしまうということですね。これが一つちょっと臨床場面では分かりやすい考え方かなと思います。本当に対する陰の量という、そうですね、はいはい、これはまあ ICF でいうところのまあ機能障害ですね。つまり言語機能に焦点を当てた訓練でしたが、ここではコミュニケーションの訓練法というところで ICF でいう、まあ、コミュニケーション活動ですね、活動に焦点を当てた訓練法になります。これが、まあ、応用行動分析学的なアプローチである、まあ、行動学的な視点、この心理学行動学的な視点で ADL 訓練を行うことで、最大限の効果を引き出せるのではないかと。もちろん脊椎の患者さんの場合ですと脊柱に痛みがあっても痛みが伝わってないなんてことがありますので、ですからまあそこは慎重に力を加えていく必要がありますが、体が少ししなう程度ですねしっかりとこう曲げていただく、前腕の小側側からアプローチしていただいてこう当てていただいて、で指を動かすことになるんですけど、指動かしてこの奥のところですね、ここです。実はここの部分が、というと腺枝空気に当たります。例えば触覚、なぜ言語と関係があるの、触覚と関連した語彙ってたくさんあるわけですね。ザラザラとかサラサラとかスベスベとかいろいろとこう触ってみないとわからないという感覚が基盤になってるんです。一つは人生は、ね、作業の連続で人は作業の集合だと。なのでどのような作業をどのように遂行しながら生活するのか、それが人の健康や幸福に影響すると、まあ、こういう考え方を基盤に持つということがまず大切かなというふうに思います。低心拍出量に伴うですね、症状ですね、これが最大の注意がいりまして、やはりですね血行動態が不良になると左心不全症状というのが出てくるんですね。左心室絡みのですね心不全症状なんですけど、まあ、心不全の症状ってたくさんあります。で認知症の方は、まあ、注意障害が多いんですけども、やはりこう進行しますんだよね、はい、あとはうつ、あ、はいはい、意外とうつが多いですね。あとは拒食も多いですね、食べたの忘れるとか、障害のある子どもたちへのこう支援でこう必要なことを何かと言いますと、まず知ることが必要となっています。何を知るかと言いますと障害特性ですよね。自閉症ならどういった特性があるのか、